ましてありがとうございます。EV ジムニーチャンネルの代表の杉です。もうね、今日外なんで、顎マスクに、ちょっと声通らへんので顎マスクにさせてもらいます。今日はね、ちょっとね、初歩的なウィンチの使い方、ができてない人がちょっと動画であまりにも多くて、それはきっと雑誌とかもなくなっちゃったし、昔みたいな四駆クラブの先輩に教えてもらうっていう流れもね、なくて、なんか SNS 中心に集まって走りに行くみたいな感じになっちゃうと、そのベーシックな技術を、持った人がねと出会えなかったりすることも多いかなっていうふうに思ってるんで、私ね、もう40年も四駆やってるんで、基本的な技術をねちょっと解説するような、動画を、折を見て出していこうかなと思うので、今日はそのまずね、僕らのウィンチ得意技としてる四駆チームなんで、ウィンチとかチルとかね、引っ張り系って言うんですけど、ディフェンス領域の黒缶を得意としてるチームなので、まずその一番基本の基本、ウィンチの、ね、サインの出し方、これはもう僕ら流方言みたいなもんなんで、その場でウィンチの作業をやる人間同士の意思疎通ができれば、この、ね、ウィンチのサインっていうのは、基本的にその場でウィンチをやる人同士が分かればいいので、別にこうじゃなきゃあかんっていうのがあるわけじゃないんです。その場で例えばね、違う四駆クラブの人と、一緒に走る機会とかがあって、ウィンチ使う機会があったりとかすると、でサインは違ったりすることがあるんで、それも事前に、その場で打ち合わせして、じゃあこうしましょうっていうふうに決めてね、やってもらえれば、何の問題もないというものなんですが、まずそのなんでね、ウィンチの時に、最近の人ウィンチでサイン全然使わないんですけど、なんで、ウィンチの時は、ハンドサイン、声じゃなくてねハンドサインなのっていう、その理由なんですけど、順繰りに言うと、ウィンチは前ね、消費電力計測してお知らせしたりした動画作ったんですけど、電気めちゃめちゃ使うわけですよ、バッテリーの。となると、ちょっとでもそれを補うためにオルタネーターを働かしとかなか、オルタネーターはアイドリングしてもね大して発電しないので、発電量確保しようと思うとアイドリングではダメで、まあ、もちろんプーリー比とかもね、カスタムしたりとかして合わせるんですけど、それでもアイドリングではどうもならんので、まあ3000回転とか、まあ、2500回転ぐらいは欲しいかな。その発電量、十分な発電量を発生する回転数っていうのがあるんです。まあそれぐらい、2500回転から3000回転ぐらいは最低でもキープして、ウィンチ作業っていうのはやるもんなんです。それは基本です。で、まあそれをやらない人が多いんで、そうなると別にハンドサイン声通るんで、ハンドサインいらないってなるんですけど、昔の四駆はディーゼルも多かったし、やかましかったんですよね。で、ウィンチを3000回転なりね、2000回転なりのエンジン回転をキープしてウィンチ使おうと思うと、やかましいんで声が通らない。ね、声では相手が「へえ!」ってなるんで、それを防ぐためにハンドサインで意思の疎通をやる。そうしないとね、やっぱりウィンチって危ない道具なんで、人が運転手、操作員が知らないところで前でね危ないことやってるっていうことも、危ないポジションで作業してるってこともあるんで、ワイヤーのねドラムの近くとかで作業してることとかもあるんで、勝手に動かしちゃダメなんですよね。でそれで動かしてっていう、声でなんとかしようと思ってもディーゼルで3000回転回してれば聞こえないんで、まあそこから、ハンドサインってなったわけですよ。それをしない、オルタネーターのね発電確保をしないんで、結局ハンドサインが廃れていったのかなと思うんですけど、もうそれ基本なんで、バッテリーを守るためにもね、長時間やっぱりハイレベルな黒缶がやってくるとウィンチ使う機会は増えるので、じゃあハイレベルなことやらなければバッテリーに溜まってる電気だけで足りると思うんですけど、まあ、あるレベル以上いくとやっぱりバッテリーがもたなくなるので、オルタネーターは、変えてあげなきゃいけないと。そしたらハンドサインは必然的にマストになってくるいうのが、どうしてハンドサインなのっていうね、まず話です。これから具体的にハンドサイン、まあ僕らのね使ってるの
お見せしますけど、まずはその理由はそういうことです。はい、そしたら、具体的にあの僕らがどんなサイン使ってるか、やりますね。あのこういうハンドサインはあのいわゆるクレーンとかね、あの扱ってる方とか、あとまあまあその土建関係 の手元さんとかね、そういう人がクレーンのオペさんとあの会話するのに、なんちゅうのか、まあ、詳しくないですけど、あの親とかこうとかね、あのブーム伸ばせとかブームーとか、あの先ほどのふっころしてとかね、こうとかね、そんな使い方でよくやったはるなって言って、あのまあ僕らの仲間にも元飛びやったやつもいるんですけど、そんなやつ、と話してると、そう使ってるなっていうのは、知ってるんですが、まあ僕らが使ってるね、あの四駆のサインは、まあ、最低これだけ覚えてほしいっていうのは、4つかな、あの巻きと出しとストップとちょんちょん、その4つはねよく使うんで、まあ、あの僕らと同じの使えってわけじゃなくて、そのお仲間同士でね合わせておいていただいた方がいいかなと思います。で僕らはまずあの巻きはね、肩から上で手を右手でも左手でもいいんで、こう肩より上で手を回す。で出しは肩より下で手を回す。どっち巻きでもいいです。右手でも左手でもいいです。肩のラインより上か下かで、まあ下向きに、もうこんなしてね、わからんわけわからん、あの悩ましいさ出さない、まあ肩よりね下で出すなら手はこう向け、肩より上ならこう向けで回して、もらえば、これが巻き、こっちが出しで、ストップはもうまあこう両手が空いてるとか両手でも片手でもいいし、ストップとか、まあストップでもいいですよ。こういう人もいるし、クレーンのオフィスなんかこうグーでストップとかやる人多いから、あの、まあ、それはもう仲間でいろいろあるみたいですね。あの僕らは割と手をこう左右にこうストップとかストップとかストップとか、こういう形で、ね、やるようが多いかなしてます。でこういうね斜面の上からアンカーマンがサイン出したりとかすると見えへん場合があるんですよ、ドライバーが。だそういう場合とかは肩より上なんやけど、こうやって出しとかいうやらざるを得ない場合っていうのはあります。もちろんこのできるだけね、左右に振ってドライバーが確認できる位置を探してアンカーマンはサイン出すべきなんですけど、まあまあ実際ねそうもいかない場合もま あるので、そういう場合とかはまあ事前に話しておいて、見えへんかったらこうやるよと、いうことを言っとくとか、そこは臨機応変にやらざるを得ないんですけど、あくまで基本はね、肩より上と下みたいな形で分ける場合が多いかな。それで、あとまあちょんちょんって4つって言って、もう一つちょんちょんって言ってたのは、ウインチのね、最後、マスター巻きの時は、最後の巻き切る時とかに使うんですけど、ちょっとだけ巻いてっていう時に、こう、指をね、キツネさんみたいな形でちょんちょんってやると、コントローラーをピッピッって、ちょっとだけオンにしてね、最後キュッとこう、ウインチのドラムをキュッと締めたりとか、まあ、あとその、もうちょっとだけ前、出すなり、するときにちょんちょんってやったりとか、いうふうにこのちょんちょんは使います。それがまあサインの、基本かな、になります。実際この後ね、実際やってるところ実際、お見せしますけど、そういう形でやってもらったらなと、それは基本だと思います。以上です。ケーブルがだらりと地面についた状態から、ウィンチングを開始する人が圧倒的多数派ですが、
金庫を呼ぶので最悪です。ドラムにフケがあれば、一旦ケーブルをそこまで出してフケを修正して巻き直し、ドラムの巻きを整えて、ケーブルに軽くテンションを出してから牽引を開始します。これを初期テンション出しと呼びます。たびたび言っておりますが、我々の遊戯ではワイヤーダンパーはマストだとは考えていません。途中でワイヤーから落ちたのをかけ直したり、ドラムに巻き込みそうになるのを修正しにドラムに近寄ったりするのと、極力ワイヤーに近づかないのと、どちらがリスクが高いか、一概に言えないと考えるからです。ジャングルやシベリア走破の経験に基づく我々の考え方なので、違った考え方があっても良いと思います。今、養生に使ったスコップが横に動くのをご覧いただけたかと思います。これがワイヤーでなくて架線ロープで、養生もせず、運悪く土の中に尖った石があれば、この程度でも切れます。解説していませんが、駆動アシストを要求するサインです。駆動アシストには論点が多々あるので、また別動画を作りますが、概略を解説した動画を以前作りましたので、ご覧になりたい方は、右肩のカードをクリックしてください。ステアリングの方向を示すサインは、自走で使うサインと同じです。ウインチ巻きのサインは止めのサインが出るまでは継続されますが、不安を感じる場合はドライバー判断で止めても構いません。止めの判断やサインは最優先です。ウインチ使用後は、すぐにエンジンを切るのではなく、しばらくアイドリングしてバッテリーを補充電してください。